はい、こんにちは、こんばんは。今日の動画なんですけど、まあ米津玄師に新しい CM が出たっていうのを昨日動画にしたでしょう。まあそれについてね、ちょっと深掘りしていこうかなと思います。よろしくお願いします。米津玄師の新 CM、まあ、レディを起用したね、新 CM ですね。なんだっけ、名前が毎日って結構ドラマだっていう、秋っていうののタイトルでやってるんですけど、まあ、僕もツイッターとかで調べてたりとか、すると、まあ、あとね、ウェブで調べてたりとかすると、いろいろね、細かいこと出てきたので、ね、それをね、一つずつお話ししていければなと思います。よろしくお願いします。で、まず、米津玄師の曲、レディが、起用されております。ジョージアの CM ですね。ジョージアのドリンクの CM ですね。やっているんですが、新しい CM のロケ地、またね、聖地が一つ加わるということで、僕もまたいつかね、行かなければいけないなという、土地の一つが増えたんですけど、それがね、長崎県にあります、島原鉄道っていうところの、小部駅であってるかな、小部駅であってると思うんですけど、という場所になります。長崎県ですね。長崎の方になります。海沿いのね、本当に、海、あれは何かいって言ったらいいのか分かんないけど、まあ、海沿いのに走ってる鉄道があるんですね。鉄道があって、その鉄道の、まあ、ある駅、その一つの駅、小部駅のところで撮影が行われて、いたんと思われるという感じになっております。まあ、と思われるって言ってるのは、ま、周りが本当にだだっ広くて、もう本当に、まあ、海があって、でも本当になんかその柵とかないんですよ。海がブワーって広がってて、もう駅のこうレールがサーって引いてあって、もうその電車走ってるって、もう本当それだけなんですよ。周りに何もなくて、しかも駅自体も無人駅らしくて、人がいないんですね、普段。で、僕も行ったことないし、周りを知ってね、土地勘があったりするわけでもないから分かんないんだけど、まあ、おそらくですけど、その駅の周りに、例えばコンビニがあったりとか、なんか飲食店があったりとかね、カラオケがあったりとか、そういうのないだろうなっていう見た目でしたね。本当に何もなさそうな。だから、本当住んでる人が、その駅で乗って降りる。で、しかも乗って降りるって言っても、家から例えば車で10分、20分走ってきて、そこから乗って、どこ街に行って帰ってくる時もそこで降りて、もう交通手段がおそらくないからね、バスとか、もしバス停があってもね、1時間に1本とか、ひどいところだったらもう分かんないけど、1日3本とかしかないとか、そういうところに見えたから、もう本当に迎えに来てもらって帰るみたいな、そういう駅ではないかなと思うんですね。で、無人駅だから、おそらく IC カードとかも使えない、 Suica とか使えないので、切符をまあ乗るときに買って、駅員さんにこう処理してもらって、乗ってもうどこでも降りていいよみたいな、多分そういう感じなんじゃないのかな。どこでも降りていいよってことはないか、まあでもそういう感じなんじゃないのかなって、なんとなく思います。まあ、無人駅ですね。僕も銚子鉄道、銚子電鉄か、乗りに行った時に無人駅あったんですけど、本当そんなイメージなのかなっていうふうには、思ってますね。で、その、シーンの、一部でですね、まあ、概要欄に、YouTube のね、その YouTube に載ってる CM のリンク貼っておくので、ぜひ見てほしいんですけど、その一部で、ね、手話がね、使われてるんじゃないかっていうシーンがあるらしくてですね、僕も別に手話が詳しくないから、正直その該当シーンを見てもわからないんですけど、これが手話なのかどうなのかっていうのは、まあ、わかんないんですけど、まあ見る人が見ればわかるっていうことらしいですね。まあぜひね、この動画見てる人で手話がわかる人がいたらね、教えてほしいんですけど、なんか手話が入ってるっぽいんですよね。全然ちょっとわかんなかったです、ごめんなさい。そうですね。で、もう次がね、まあ、地元の人、まあ、その近くに住んでる人とか、まあ、通りかかった人とか、まあ、結構田舎の方ってさ、その噂が広がりやすいって言うじゃん。どこどこの誰々さんと誰々さんが結婚するとかさ、なんかあそこの、隣のとか、なんかその、向かいのとかわかんないけど、息子さんが警察にお世話になったとかさ、なんかそういうのってすごい広まるって言うじゃん。なんか、あとは誰々の家で PS5 買ったらしいぞとかさ、なんかそういう些細なことですら、なんかあいつ最近メガネやめてコンタクトになったぜみたいな、なんかそういう話ですらすげえ広がって、なんかもう次の日にはみんな知ってるみたいな、田舎社会ってそういう感じらしいじゃん。僕は田舎社会で生きていたというか住んでた経験がないからわかんないんだけど、まあアニメとか映画とかね、まあ実際住んでた人の話を聞いたりとか、まあうちのおじいちゃんのがね、出身が田舎だったりするから、そういう話を聞くと本当にすぐ広まるらしいんだよ。だからなのかわかんないけど、その地元の人の間では、そのまあ米津玄師のジョージアの CM っていうのは分からなかったとしても、何かしらテレビのクルーがなもうわーって来て撮影してたぞっていうのはなんか、広まってたらしいんだよね。まあとはいえ、まあ、やっぱね、まあ、その辺はモラルがいいというかさ、インターネットリテラシーが、ね、高かったんだろうね。そのツイッターでさ投稿したりとか、あれ米津玄師っぽい人が撮影でここの駅に来てましたみたいなのが事前に、ね、この出ることはまあなかったっていうことですね。まあ、レディの MV のね、
公開前の時はなんか横浜でなんか誰何の歌かわからないけど米津玄師の声でくねくね踊ってる人がいましたみたいなのがツイッターに出たりしたんだよ。まあ、まあ正直ファンとしてわあここで撮影してたんだみたいな、でその情報の解禁前になんか知ってるっていうのはなんかちょっとまあ嬉しい気持ちもありつつ、いやなんかそれって公式さんにとってはきっと都合悪いことだったんだろうなと思ってなんだかなっていう気がするんですけど、まあその辺は今回の場合はまあ守られたと。まあただこれも見た人がいるっていうのはその絶対こん、ね、確定って話じゃなくて見た人がいるらしいっていうくらいなんで、まあ、わかんないんですけど、あとねここに付随してね、あのさっきあの小部駅って言ったでしょ、長崎の小部駅って言ったでしょ、で見た人がいるらしいっていうところもそうなんだけど、 CM 見たところなんかこう駅のその、まあ、何もないんですよ駅の、まあ、広くはないんだけど駅の平面の上で米津玄師がこう踊ってるんです、いつものくねくねな感じで踊っててバックに海があってって感じなんだけど、なんかね、すごく CG みたいなのを感じたんだよね。本当に撮影したのかなっていう、まあ、少なく米津玄師本当にそこに行ったの行ってたのかなっていうのをちょっとね疑いの目で僕は見ていてですね、あのまあおそらく行ってるんだよ、実際行ってるんだけどなんかちょっと CG なような気がして、うん、なんかあまりにも何もなさすぎてあまりにも何もいないし誰もいないし、であまりにも景色が綺麗なのだからなんか CG でもおかしくないなっていう、まあ撮影のクルーがいたってのはもしかしたらそうなのかもしれないんだけど、もしかしたら別の撮影かもしれないし、で米津玄師のそのジョージアの撮影だったとしてもそのクルーが行ってるだけで、米津玄師はその東京のスタジオでねグリーンバックの部屋かなんかで撮影してそれで合成したみたいなこともあるんじゃないのかなって思ってて、なんかちょっと僕的にはもう疑ってるみたいなね公式からこのどこどこで撮影しましたとかいうのはあんま言わないと思うし、米津玄師も今までそんなに多くは言って聞けないと思うからさ、ないとは思うんだけど、まあでもなんかそうな、なんか本当に言ってるのかなっていう風な疑いの目を向けるような感じではありましたね。なんかちょっと、なんかちょっとそんなような気はしましたね。疑いの目が向けるような感じってありましたね。はい。まあでも見た人がいるっていうのも本当そうなのかな。まあもしね、この動画見てる中で見たよ、長崎に住んでます。米津玄師がロケしてるの見ましたよっていう人がいたらぜひコメント欄で教えてほしいですね。で、あの、衣装がね、あの、なんて言えばいいのこれ、まあ、ジャケットというかシャツというかなんか着ててさ、まあこれがまあオレンジ、違う、なんて言えばいいの、ブラウンというかそういう系の、まあ、秋を感じさせる色になってるんですけど、まあ単純にそのバージョン、秋のバージョンだからそういう衣装になってるっていうのもそうなんだけど、まあそれだけじゃなくてね、これ、まあ見てもらうとわかるんだけど、まあバックがまあ青空と海なんだよ。青空と海ってさ、何色って青色でしょ。でさ、その青色ってで米津玄師の衣装がさ、まあ、黄色というかそういう秋っぽい色じゃん。これなんかすごく、まあ、見覚えあるというか、なんだろうなと思って、自分の中でなんかモヤモヤするなと思って考えてて解決したんだけど、これね対比になってるというか対になってるんですよね。対というか、まあその、まあ、対になってるって表現で、とりあえず僕はそれ以外の言葉が出てこなかったからいいんだけど、対になってるんですよ。何と対になってるかっていうと、後ろのバックは青いところはレディーなんですよね。レディーの MV ってさ、見てもらったらわかると思うんだけど、なんかちょっと青い感じするじゃない、うん、なんかそのリリースのタイミングでもその青を多く、ね、多用してた気がするんだよ。その缶のねジュースみたいなのが転がってくる映像とかあったと思うんだけど、あれも青だったし、ミュージックビデオを通してもなんかその青空とかさ、なんか気持ちのいい風気とか、雰囲気とかそういうのがさ広がってたりとかした、と思うんだよ。だからそのレディー自体に青っていうイメージが僕の中であって、実際僕の中だけじゃなくて実際ビジュアル的に青だったと思うんだけど、でそれに対してあのジョージアのねその飲み物、まあロゴかな、ロゴでいいか、ロゴがさ黄色なんだよ、黄色いロゴなんだよね。でこれがさ、その今回の CM 内のその青空と海の青っていうのと米津玄師の衣装の黄色っていうのとで、なんかこう対になってるというか、まあ同じね配色になってるんじゃないのかなっていう、そういう風な気がしましたね。だから何ってわけじゃないんだけど、そういうところがちょっとね目についた気になるポイントでした。なんかそれによって何か分かることがあるんだったらぜひ教えてください。でそうですね、まあ言ったか、ジョージアと米津、青、海のと空の青と衣装の黄色、レディーの青とジョージアの黄色みたいなね、なんかそういう対比があるんじゃないかなっていう、対なんかちょっと難しいけどね、表現なんて言ったらいいのか分かんないけど、そんな感じになってるんじゃないのかなと
というふうに思っております。まあ、僕なりに深掘りしてみました。いかがだったでしょうか。なんかもっと詳しい話とか、こんなこともあったよとか MV の中であったよとかいうことが MV じゃね CM の中であったよってことであればぜひね教えていただければと思います。よろしくお願いします。まあ、じゃあ今日は米津玄師の新 CM ね、ジョージアの毎日って結構ドラマだ秋っていうもののね深掘りをしてみました。いかがだったでしょうか。ぜひね、この動画見て皆さんもそれぞれで、ね、深掘りしてね見ていただけたらいいんじゃないかなというふうに思っております。もう曲は変わってないけどね、その映像は変わってるから、その解釈の違いとかもね、映像のこういうコンセプトなんじゃないかとか、まあそういうのね解釈いろいろあると思うんで、ぜひ皆さんの、ね、考えたことを教えてください。コメントお待ちしております。よろしくお願いします。じゃあこの動画は終わります。ご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。いいねとチャンネル登録忘れなく、よろしくお願いします。じゃあ終わります。ありがとうございました。